髪を切ってほしい？どうしたの突然。全然いいの。私なんかでよければ。僕は何を期待していたのでしょうか。謝って欲しかったのか、それとも許すための理由が欲しかったのか。全てが誤解だったんだ。あの時の約束も、それを忘れていたことも、向こうは何一つ悪くなかった。結局僕はヒロを恨むことで自分の居場所を作っていたのかもしれない。そう思うと今の僕には。ミツル君、顔を上げて。なんですか。髪おかしいですか。ううん、かっこよくなったよ。それだけ分かっていたら、また一からやり直せるよ。誤解だったとしても、二人の約束は本物だったんだって、私はそう思うから。ありがとうございます。不思議ですね。あなたにそう言われると、できそうな気がしてきます。心さんは優しいですね。それに手先だって。あ、嘘。